願いいたします。皇室典範特例法の施行期日を定める政令が閣議決定されました。これをにより平成31年4月30日に天皇陛下がご退位され、翌5月1日に皇太子殿下がご即位されることになりました。改元は平成31年5月1日、ここを軸に検討をしていくことにしたい。大変ね、長い間ね、ご苦労様っていう感じです。私も年を重ねてみますのに、すごくなんかね、穏やかな気持ちで行事をなさってるというのは感動して、いつもしていました。